はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数列の和と一般項丸1をお送りします。で、ここからねタイトル変わったんで、まずポイントありですね。で、ポイント含めて全部で3問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回何やってるかっていうと、和があるじゃないですか。こっからここまでの和、数列のね、和が分かってたら、そっから一般項を出すことができるんです。つまり和の SN がね分かってれば一般項を出せるよっていう技を覚えてほしい。で、ここにも書いてあるように、数列 AN がありますと、初項から N 項目までねの和を SN とするときに、まず A1 と S1 は一致しますよって。これどういうことかっていうと、結局ね SN っていうのは A1A2A3 ってこうね項を足していくじゃないですか。で、一応じゃあ A の N-1 足す AN、 N の1個前はね A の N-1 だからさ、で、ここまで足したのが SN だと。で、S1 っていうのは、A1 と一致する。これは、SN が A1 から AN を足したものでしょ？ってことは、ちょっと変えるか。S3 っていうのは、ここまでなんだよ。A1 から A3 までを足したもの。じゃ、S1 はって言ったら、ここだけのことだから、当然一致するよね、最初はね。まあ、和もクソもないんですけど、この言い方すると。ってんで、まずこうなってると。で、N が2以上の時、これ絶対覚えてなかった。N が2以上の時は、AN はこう表される。和を使ってね、SN-S の N-1 です。で、これどういうことかっていうと、今書いたように、SN は A1 から AN までを足したものなのね。今書いてある、ここまで足したものだと。で、S のN-1 っていうのは A1 から A の N-1 までを足したものだよね。その書き方だから。で、もともと SN のこっから SN-1、 ここを引き算したら見てわかるように AN 残るでしょ。だから一般項出せますよっていう、これが和を使って一般項を出す解き方になります。で、なんで N が2以上の時しか使えないかっていうと、これ N に1入れちゃうと A1 イコール S1-S0 になっちゃうのね。で、なんだ、数列に関しては1より大きな数しか考えないので、これダメなんだよ、 S0 出てくるから。だから、まあこっちで、まあ A1 に関しては、N が1の時はね、こっちで満たしてるからっていう話もあるんですけど、一応そこは分けて考えてください。いいかな。で、まあそれを使って2つまずね問題を解いていきます。で、2番が初項から第 N 項までの和のね SN を、まあ、こう表してると。これがね SN ね、今ね。で、その時に数列 AN の一般項を求めようっていう問題だから、上使うだけなんですけど、基本的には。で、どうやるかっていうと、忘れちゃいけないのがこれだね。 N が2以上の時、まあ解散の時とね書くことは同じですけど、必ずこれを書くとの時に、まあ、あと公式です。AN イコール、これ SN だから、N の2乗マイナス 4N。ちょっとカッコつけておこうか。わかりやすいからね。SN。引く S の N-1 どうするかっていうと、これ N のところが N-1 に変わっただけなんで、こいつの N のところを N-1 に変えてしまいます。だからちょっと中カッコ使おうか。N のところが、N-1 に変わって、後ろも N のところが N-1 に変わる。あとこれ解くだけです。もうちょっとめんどくさいですけどね、こんながね見た感じはね。で、これ展開すると、N の2乗マイナス 2N プラス1と、これを組み合わせるというかくっつけると、マイナス 2N とマイナス 4N だからマイナス 6N、 プラス1とプラス4だからプラス5になる。で、気をつけなきゃいけないのが、今これマイナスがいるからね、これ配ると符号が変わるという。で、それとこっちをくっつけて計算すると、一応書くか一回ね。N の2乗、マイナス 4N と、
n の2乗マイナス 6n プラス5とで配って計算すると n の2乗消えますね。マイナス 4n とプラス 6n なんで 2n マイナス5と、これで an 一般項出たぜと。で確かめなきゃいけないのがあと a1 の時です。でやってみると、まあ n が1の時って書いてもいいんですけど、まあこの時はね、よく a1 こっち a、こっちね、n に1入れるとマイナス3になります。でこっちが sn なんで、今ちょっと書いておこうか、 sn ね。じゃあ s1 入れると1の2乗マイナス4だから、こっちもマイナス3になる。でちゃんと両方なるでしょ。なので a1 イコール s1、 まあ俺ちょっと数字も書いちゃうんですけど、こうやってね、両方マイナス3で同じでしたよってこう書いて、そっちも調べたんで一般項は 2n-5 で OK ですよねって。これで終了になります。で右もね同じようにやっていきましょう。ちょっと一応書いとこうかね、 SN ね、これが SN です。今で同じように N が2以上の時 AN イコール、なぜ SN かだ、 SN だからまずこれだね、一応カッコつけようか、3の N 乗マイナス1引くで N のとこが N マイナス1になったやつだから、3の N マイナス1乗引く1になります。でこれ展開すると、まあ1は消えるね。でこうなるんですよ。でこれね、ぜひ整理の仕方を覚えてください。これどうするかっていうと、3の N 乗ってこうやって意図的に分解ができます。分解っていうか書き方を変えることができる。つまりこれ3が N 個かけてるってことなんで、3を1個出しちゃうんです、無理やり。そしたら当然 N 個だったのが N-1 個に減るじゃんか、1個出してるから。で後ろはまあそのままね、こうするとこれ3の n-1 乗で共通してるんで 3-1 ができます。ここがね、この角か、引く1かける、あれか、くくり出して考えた方が分かりやすいかな。3の n-1 乗くくり出して考えれば 3-1 が残りますよね、こうやって。ちょっとこれ無理やり書きましたけど、今いいかな。でこうなるのでちょっと消しますね、ここ。つまり 3-1 だから2かける3の n-1 乗ってこうまとめることができます。これが一般項で、あと1行入りそうだね。で調べていくと a1 こっちですね、1入れると3の0乗は1ね、これ0乗って0じゃなくて1だからね。つまり 2×1 で2になります。でこっち調べると3の1乗 3-1 で2だから、両方ともちゃんとね同じになってるので、S1 イコール2より AN イコール 2×3 の N-1 乗で OK でしたねと。これで終了となります。まあこれがね、和を使って和から一般項を求める問題のやり方です。では今回は高校数学数 B の数列の和と一般項丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回はこれのまた問題演習を、あともう一本ですね、もう一本取ったらまたタイトル変わっちゃうんですけど、まあこれが1年の時も出てくるので、まあそういった問題をね取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。